どうもんこんにちは。2024分野別過去問解析プラスアルファ討論民法第2回目の講義を始めてまいります。担当いたしますのは歴史人講師の豊川と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれで,ですね第2回目始めていきましょう。で前回ですね1回目。 ね、皆さんにね1問目解説をねいたしましてその後とね、まあ、類似の論点含んでいる2問目実際1時間で、ね、あの答案を1つ書いていただきました中にはねちょっと時間オーバーしちゃったよう方もね、まあ、いらっしゃるかと思いますけどまだねその辺は最初はねあんまり気になさる必要はないです、ね、とにかくね一応問題をねあのあの答案を書く、ね、まずこれが大事ですから、ね、あの答案って本当にね書けば書くほどだん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 ねあの コツっっててのがねあの分かってきますんでやっぱりね1回目の時に申し上げましたけど答案書くって大事ですね短期でね受かっていく方たちはもうほとんど例外なくね答案本当に書いてますんでねぜひねこのプラスアルファ答練ねぜひこの答案書く、ね、有効の場としてねあの使ってくださいじゃあ2回目入っていきますよでこちらよいしょねレジ目開けてください1ページ目ですね1ページ目問題1番ですね問題1番 でこれね問題文は全然大したことないですね短い短いっていうかね全然長くないねじゃあこれいつの問題かというとちょっと見てください最新ですこれ令和5年もっと言うと今ねこれ収録してるのしてるちょっと本当にねあの数日前です行われました令和5年の本試験本試験ですね で第第問問です、ね、第一問ですす。ね、こんな問題が出ましたち。ちょっと戻りますよ。こちら。で見ていきます。皆さんねしっかり目で追っていてくださいね。で A は B と婚姻する前自己の収入により公土地を買い受けてその所有権を取得しその登記を経由したってことですから、ね。ですからこの AB 間はこれ夫婦ですね。夫婦。ね、でもこの公土地は A の 単独所有でであるるこことをまずこの問題文が言ってるわけですね, A ですね共有じゃないよ夫婦だけどこれはね公土地は共有じゃなくて A の単独所有だよ。いいですねでそれに対して B は A と婚姻した後 A に無断で A の代理人として C との間で公土地につき A を売り主 C を買い主とする売買契約を締結しこれに基づいて A から C への所有権移転登記を経由してしまったということで、ね、もうここまで読んですぐねあこれ日常家事だな日常家事の論点聞いてるな、ね、これは、ね、多くの受験生の方がお気づきになったと思うしまた気づかなくてはいけないですこれもう,もう腸がつく典型的な事例ですね日常家事です761条ですねですねで B は C により支払えた売買代金を有給費に使い果たしてしまった。次の説問1、2のそれぞれについて答えなさい。なお各説問はそれぞれ独立した別個の問いですよ。っていうことですね。ですね。で、まず説問1行きます。A、ね、これ、所有者ね、高土地の。は C、これ相手方ね、買い主ね。に対し、えっ、ー、と、高土地の所有権移転登記の抹消登記手続きを請求したと。ね、この移転登記の抹消を請求した。ね、抹消しろと。 ね、あんた無権利者だよ。で所有者は私なんだよ。ね、でこの請求が果たして認められるか。ね、で注意してほしいのがここですね。今アンダーライン引きました。C 相手方 C の反論を踏まえつつ論じなさいよってことで。ね、もうとにかくねもうこれ日常家事ですよ。日常家事。ね。760条あの110条のね。 累積用ってあそこの議論ですけどもただその論証ねもうこれ口下記に載ってます口下記にバッチリ論点の論証、論点3つあって3つあってその論証もねバッチリ載ってんだけどねその通りっぺんの論証を書いたんでは不十分だよってことこれ相手方の反論を踏まえつつ果たして A の C に対するこの抹消等期手続き請求これが認められるかを書きなさい論じなさいってことなんですね。ここはやっっぱりり、ね、若干ひねりが入ってる でこれってまさにねこれおそらくねこれまあこれこ今年今年というか令和5年の1問目なんですけどこれ令和4年の1問目ねこれ前回1回目の1問目ねであの皆さんにねご覧いただきましたけど令和4年の1問目でしたあの出題者と同じだと思うね私はその前回1回目の1問目で。 ね、皆さんにご,あのご紹介した令和4年の1問目あれは早稲田大学の荒の井先生っていう先生が出題されたと思うんですねほぼ間違いないと思うんですけどでその荒井先生が令和5年、ねまあ、今回今年って言っちゃいますけどもこの1問目担当されてるであの先生って前回のねあの令和4年の1問目皆さんねご覧になってお気づきになったと思うんですけど一応基本的な論点ポンポンと出すんですよ今回もそうなんですよ。ここのままた質問にもも見てきすすけどこれも典型論点です ただ若干のひねりを加えるそういうね作りでこうあの問題の構造がそっくりなんですよですからおそらくこの令和5年の1問目を早稲田のね新井先生がお作りになったと思いますほぼ間違いないと思いますね、まあ、だからなんだっていう話ですけどねでもやっぱりやっぱり試験って結構癖っていうかね特徴がやっぱりあるんですねこの新井先生に関してはねあのまだあの就任2年目です令和5年で就任2年目なんでほぼほぼですよ 間違いなく皆さんが受験なさる六年も担当なさると思います。ね、基本的に一人の試験って大体ね、あの過去過去の例を見ると、大体。一人の試験の先生、大体五年ぐらいお続けになるんですよ。試験医を。ただ最近なんかいろんな事情でね。あのもうすぐ辞めちゃうっていう方も時々いらっしゃいますけども、ね。この一問目のね、この新井先生ですね。この先生はおそらくね、令和六年も、ね、担当なさると思います。六年も担当して、今度三年目になるんで。ね、だからおそらくまたこういう形でね。 こういうい典型論点基本論点点基本ですとにかくもう効果的に全部載ってるんですよ。前回の一問目もそうだったでしょ。ね。動機の錯誤。ね。あと94条2項ね。医師会系対応型の類推適用。ね。載ってますもん、効果的で、この西課寺も載ってますもん。で、この後ご覧いただく、説問2の無限大理とそうこれも効果的にばっちり載ってますもん。ね。だけど、ちょこっとひねりを入れる。 でこれが荒、まあ、井先生流、ね、荒井流なのかな私はそう思ってます。で、ちょっと続ぎますよ。で、次、この説問に行きますよ。で、B の、ね、これ、B は、これ、無権代理働いた、ね、これ、悪い配偶者ですね、まあ。夫か妻か書いてませんけど、ね。で、B の無権代理行為の後、A が、ね、これ、本人ですよ。B の無権、えっ、ー、と、B の行為に対し、追認も、追認拒絶もしなかった。ね、これ。その間に、 この無権代理で働いた B が亡くなって、ね、本人 A が単独相続をしたと。これですよ。ね。まさに無権代理と相続。で、この中の、ね、本人が無権代理人を単独相続した場合ですね。これを聞いてますね。だからちょっと論点見てください。これ、ね、3ページです。三ページ。もう共にこれ、効果に載ってますもん。もうばっちりですよ、これ。ね。ただ、これね、また、 後で設問にくくいいですね書きにくい説問にはね全然難しいところないですね地位平存説でね書いていけばいいだけだけどこの日曜会では書きにくいですねだから正直言うと私令和5年の今年出ると思ってなかったんですよ。とにかく代理はね代理はもうどこが出ても大丈夫なようにねもうとにかく穴なくしてね準備しといてくださいねってことはねもう受講生の皆さんにね もう常々申し上げてきたんですけど私もねこの日和歌詞は正直言ってね出ないだろうなと思ってたなんでかというと書きにくいんですよ書きにくい論点が3つあってしかもその3つがそれぞれ書きにくいだから今のねあの本試験のね本当に基本論点をね出すっていうその本試験の傾向に照らすとちょっとこれはね試験員としても出しにくいんじゃないのかなと私は思ってたんですよ だからまさに私にとっては意表をつかれたという形でちょっと皆さんにねあの予想として、ね、申し上げられなかった点これ本当にねあの令和4年受けた、ね、皆さんにちょっとお詫びしなきゃいけないかなとも思うんですけども私も長期でこれ出ると思ってなかった、ね、でもやっぱり1回これ出た以上ねで出た以上はねやっぱり令和6年あの続けて出されてももう,もう一切今度はもう文句言いませんからだからねこの日常岡事に関してはねこの後ちょっと見ていきますけれどもしっかりとねもう一回ね抑え直したいと思います。 ち、ね、ちょっでちょっっとと戻りまますすよ問問題に続け単独相続したとそこでねこの A 本人 A は相手方 C に対して公土地の所有権移転登記のやっぱり抹消登記手続き請求をしたと、ね、この請求を認められるかでこちらもやっぱりこのひねりが入っているんですねやっぱり C の反論を踏まえつつってことだからだから無権代理と相続、ね、でその中の本人が無権代理にを単独相続した。 ね、これあの効果角にもばっちり論証上がってますけどねあの通り一遍の論証じゃ不十分ってことですねこの相手方 C の反論ね不満ず論じなさいってことですねでさらに最後なお括弧1の回答にかかわらずかこれ括弧コ2ですよ質問にねえー、とっと括弧1の A の請求が認められる事例であることを前提にねこれを前提とするよってことで別にこれはそんなね特段深い意味ないですねこれね質問1こちらね さっき言いましたけど日日のの方方でですね,日の方でね場合によってはねこれあの標権代理ですね百十条の表権代理が成立して相手方 C がね高土地の所有権取得できるっていう回答を書いたとしてもやっぱりね A のねこの抹消登記手続き請求ができる事例であることを前提に書きなさいよって言ってるだけなんで。だからとことは別にそんなね難しいそんなねあの条件設定ではないですね。一応このところです。 これがね、令和5年、最新、ほえほえです。まだ湯気が立ち上ってます。ね。これが1問目で出ましたよ。そういうことなんですね。いかがでしょうね。こんな形で。でね、この後ね、この後中身見てまいりますけども、とにかくね、説問1も、そして説問2も、ね、共に C の、相手方 C の反論を踏まえつつ、論じなさいよってことなんで、この辺ちょっと気をつけてね、見てまいりたいと思います。ですね。で、えっ、ー、とね、ちょっとこちらね、 3ページちょっと見てくださいでこの出題図ですね大体今ね私ねもう喋っちゃいましたけどねこちらねこの辺またね後でお読みになっておいてくださいこの C の反論ねここがポイントになってきますよってことですねこちらでもね一応ここにもねもう書いちゃったんですけどこれ C の反論って言ってもね難しく考える必要は全くないんですよねこれ皆さんが相手方 C だったら何を言いますかってこと当然これ飼い主なんだから高土地所有権取得したいに決まってんですよだからこれ 出題ここ、ね、と下から3行目ちょっとアンダーライン引きました、えー、と相手方 C が高土地の所有権を取得できる手段を反論としてあげればいいよってことでこれ全部実を言うとね高果系の論証中にねこの手段自体実は載ってるんですよ載ってるそれを手段として構成して答案で書けばいいだけなんですよ。だから全部ねもう高架に載ってますんで。 あとはそれを思い出しながらね、確認しながらね、手段としてね、書けばいいよ。ただそれだけです。とから全然、んな、難しいわけじゃないんですね。いいですね。で、論点、この二つだよ、ってことで。おそらくね、もうやっぱり廃点もね、こんな形で振ってると思います。20、20。で、裁量点で10点ぐらいかな、って感じですね。で、ちょっとね、ページめくってください。まずね、日曜家事、ちょっと見ていきますよ。ここはね、ちょっと論点、しっかり確認をしてまいります。こちら、4ページですね。4ページ。 でまず問題の所在1番ですね論点3つありますねこれこうかけご覧いただいてもね論点3つ上がってるでしょ、ね、でいきます B は、ね、A から高土地売却に関し何ら任意の代理権を与えられていない、ね、ことから BC 間の契約の効果は本人 A に帰属しないのが原則であると、ね、ここもやっぱりねいつも言ってますようにまず原則論を示すべきですね原理原則、ね、法律学はねまずここからスタートしますんでねでちゃんと113条1個。 ね、これも挙げてください効果不規則ですねでしかしと B は A の配偶者であることから B の公土地売却行為は761億の日用の火事に当たるかとでまずこれが1個目の論点ですで公家家も、ね、1個目にこれが上がってますねでこれでもし当たると A も、ね、本人 A も連帯して売買の責任を負うので相手方 C は公土地の所有権を取得することになるとそれゆえこの論点 出てくるわけです、ね、いいですすねねいいこれ皆さんお気づきになりましたか、ね、単にねなんか確かそういえばこれ高掛29番によると1個目の論点としてまずねこの売却行為が二常課税に当たるかだったような、ね、ただそれだけじゃなくてねこれ当たればねこれ他方配偶者である、ね、本人 A も連帯して責任をね。だから相手方 C が高途中の所有権取得できるんだこういうところもしっかりとねやっぱり理解して頭に入れとかないと。 いいですねだから当然まずこれ相手方 C にしてみれば日曜歌に当たるですよ日曜歌に当たるこれを当然相手方 C は反論としてあげますよで一応ねあの回答例ですね回答例の方ちょっとね開けてみてくださいよいしょ12ページです12ページですねこちらだからここでね 9, 9行目です12ページの9行目まずね まず原則論述べて、ね、でこちらねっ当たるか、ね、これ,当たれば今ね解説中でご覧いただいたようにね他方配偶者である本人 A も連帯して責任を負うんで相手方 C は公的所有権取得できるという反論が考えられるではかかる反論を認められるかってことでこの辺ぜひ工夫してくださいねいいですね,ねこれは口け中にはこんな当然反論って形では論書を載けてませんから だからこれはごじ皆さんが本試験会場でこれはね考えなきゃいけないんですよ。ね。これがこの荒井お、ね、おそらくまあ試験員荒井先生がお出しになったと思うんですけど、これ新井先生が用意された、ね。これ一つのひねりだから。やっぱここに答えないと。これに答えてないと。やっぱりね、この通りっぺの論書だけ返してもダメなんですよ。決して高得点はつかないと思う。いいですね。こんな形で、実際ね、問題提起もしてほしいですね。いいですね。こんな形で。 でちょっともう続けてこ,こうやってちゃいましょうかね。で、そうするとこれね、定義はこれ書いてください。これ最高裁のね、定義ですね。判例の、最高裁の判例の定義ですね。で、理由はいりません。ね、この定義だけ正確に書いてください。761条の日曜の家事とは、当該夫婦にとって共同生活を維持する上で、通常必要な一切の事務を言うと解するということで。で、これね、ちょっと一回、やっぱり条文見ておきましょうね。やっぱ条文大事ですからね。こちら、開けてください。2ページです。2ページですね。 でタイトルが「日常の価値に関する債務の連帯責任」「連帯責任」いいですねで夫婦の一方が日常の価値に関して第三者と法律行為したときは他の一方はこれによって生じた債務について連帯責任を負うとで他者が禁止しなくていいですこんなのねこれだからこれもし日常価値に当たればこの本件の公土地売却行為が当たれば他、ね、方配偶者である A もこれ連帯責任を負うからで責任って何これは当然 売り主としての責任ですよ当然財産権移転義務でしょこれ民法555条で規定してますね売り主は買い主に対して財産権を移転する義務を負うと555条まさにこれを、ね、実際に契約を結んだ B だけじゃなくて本人 A も負うってことね売り主としての責任財産権移転義務555条これ負うだからその効果として相手方 C は所有権取得できるってこういうふうに あの論理ががつながっていいいくんです、ね、いいですすねねこの辺も漠然と捉えるんじゃなくてしっかりとあこれ555条の財産権に転気も指してんだよなそこもちゃんとしっかりイメージしながらきちんとこの辺の理屈をつなぎ合わせてくださいね。こちら、いいですねじゃあ戻りましょうでさっきも言いましたけどねとにかくここはね判例の定義これね理由づきりませんで、ね、判例の定義ちゃんと書いてくださいこれ。でポイントはここでしたね。 これも合格基礎講座なんかで喋ってるんですけども、ここね、この2箇所。ね。当該夫婦なんですよ。当該ってのはその、そのって意味でしょ。その夫婦にとって、ね。これ。共同生活を維持す上で、通常、通常です。イレギュラーじゃダメなんですよ。イレギュラーではダメ。必要な一切の事務と言えるかどうかなんですよ。ですね。だから当然、これ当該だから、ね。 これはその夫婦の資産状態を本当は見なきゃいけない。見なきゃいけない。でも、これ本、本文のね、これ、問題文を見る限り、本当にね、全然その辺書いてませんね。A と B がどんなね、あの夫婦なのか、どんな資産状態なのかとか、全然書いてない。ね。だからここはね、解答例のようにね、これ、一応一般論で、ね、一般論で、ね、こんな形で当てはめしちゃっていいと思います。土地のごとき高価な財産の売買、売却は、ね、高価でしょ、土地ってね。 AB にとって共同生活を維持する上で通常必要な事務とは言えないのでね、日常家で当たらないと。従って C の反論を認められないというふうに処理すればこれで OK ですね。OK。ね。これ問題文にね、これもっとこの AB 間のね、この資産状態についてね、詳しく書いてあったら当然それを使ってください。当てはめで。でも残念ながらね、問題文にはその辺書いてませんので。ね。だからこんな、ま、ほんこれ通り一遍ですよね。だから通常。 土地のごとき高価な財産の売却は AB これ AB ですよこれ、ね、当該夫婦ってのは AB だからここにこれ当てはめてるんですからねここねいいですねこれちゃんと当てはめて当該夫婦 AB ですよ、ね、これあの1回目の冒頭でも話しましたけど、ね、この三段論法の当てはめではここ具体名で書かないためですからねそれに対して規範定律は規範だから抽象名で書くんですよって言ったでしょまさ、あ、にそ,その通りですよこれいいですね こ,れね、かこの当てはめのところは AB って名前具体的に出してくださいねでやっぱりこれ通常 AB にとって通常と言えるかどうかなんですよだからここもね通常って言葉これ使ってくださいですねでちなみにこれなんで当該夫婦を基準するのか、ね、これも合格基礎構図でねお話ししてますけどもしこの夫婦 AB が億万長者だったら話が変わってくる可能性あるわけですよもう世界を代表するようなねもうお金に困らない もう毎日で本当にもう湯水のごとくお金使うようなそんなねもう億万長者の世界的にも有名なねあのお金持ちの夫婦だったら土地をね B が A の土地をね B が勝手に処分すんのも日曜家事に含まれる可能性出てくるからですよだから当該当該夫婦ってことでその夫婦の資産状態に着目して日曜家事に当たるか否かを判断するんですねいいですねこれも合格速報でやってますんで ね、とりあえずこれ1個目、ね、こんな形でよろしいかと思います。いいで,す、ね、で次で今度次に、ね、これですよ今度110条の表現代理に入ってまいります。110条の表現代理に入ってきますんで、ね、これもこんな形でねああと今のねお話の内容ねまたちょっと戻りますけどできるだけちょっとねこうはね丁寧に見たいんでねちょっともう一回4ページの方戻りますけども、ね、こちら今ご覧いただいた通りで、ね、この辺のコメント欄ねあと右の「 えと5ページコメント欄の続きですね,ねこの辺についてはもう今全部しゃべりましたけど、ね、もう一回これはね後で確認はしといてください理由はいりませんよとこれもさっきねお話しましたんでだ定義は正確にですねこちらはでね一応ここには書いといたんですけどこれね一応本文の場合ね資産状態についてね問題文について問題文中の今書いてないんでね まあ本当にね土地のごとき高価な財産の、ね、売却はってことで日曜賀人当たらないっていうふうにね書いておりで処理しましたけどこれもしね逆に日曜賀人当たるってしちゃいますとねこれ次の110条の表権代理の正費の論点出てこなくなっちゃうんですよ。でこれねこれ実際問題文ちょっと見ていただきたいんですけど2ページですねこれ110条の条文試験員が載っけてんですよ。だから明らかにこの次のねあの110条の表権代理の正費の論点まで試験員は書いてよっていうね そういう考えていますから、だからそういう点からもね。うん、この日常家事に、まあ一応当たらないというふうにして、ね。じゃあ、百十条の表見代理制しないかっていう流れ。で、書くのが一番前、一応試験員のね。し、出題の意図にはかなっていると思います。で、こういうのも覚えていってください。例えば、論点ね、それは論点。二つあって。ね、明らかに二つ試験員が聞いてる。その時に、一個目の論点でね。 次の2つ目の論点が出てこないような結論を取ってしまうっていうのはこれはやっぱり出題者ののの試験員の出題の意図に反するってこ,と、ね、こういうのも徐々に覚えていてください。だから、ね、一応2つ聞いているな、ね、明らかに試験員が2つ聞いているなあるいは本文みたいに3つ聞いているなそういう時はね次の論点が出てこなくなるような論点処理っていうのは基本的に NG なんですよ。ね、これもちょ,っとちょっとしたテクニックだけどこれもちょっとおいおい覚えていてくださいねいいですね。 ここんなところですで次また今度5ページの方続けてみてみくださいですねで今度これは2番目ってことでじゃあ110条の表権代理成立認められないか、ね、で110条成立ね表権代理するためには基本代理権がいるとそこで761条でここに戻るんですね761条は夫婦相互に代理権認めた規定かどうかこれが論点でした。いいですよね。 若干これね、順序がちょっとね、流れがちょっと逆転する印象あるかもしれませんけど、とにかくね、2番目、そして3番目ですね、論点の2番目、3番目、とにかく110条の表権代理の成規です、ね。で、その表権代理、110条の表権代理成立するためには、この基本代理権がいる、ね。この辺も要件確認しといてくださいね。とにかく110条の表権代理、一番本試験で出てますから、いいですね。要件3つ、要件3つ、ね、これ、いいですよね。 1>, 1つ目が基本代理権の存在2つ,2つ目があの権限逸脱行為ですねこの基本代理権を超えた権限逸脱行為2つ目で3つ目が相手方のね善意無解失ねこの要件3つ110条ねこれ本番本試験でも何回も聞かれてますからねでその1つがこれですね110条の表権代理から成立するための要件の、ね、1つ目基本代理権がいるねじゃあこれどっから持ってくんのってことで761条から持ってくるわけですよ ね、そこでじゃあ761はねこれ代理権認めた規定なのかどうかでこれが2番目の論点ってことですね。いいで,すねでちょっと下見てください。で判例です。でこれ通説も指示してます。判例通説ですね。761は夫婦相互に代理権認めた規定ですよってことで、ね。で理由はこれでいいです、ね。もしこれ否定したとどうなるか夫婦の一方の名義でした日常価値に関する法律法について。 他方配偶者は責任だけを負って権利は取得できないことになっちゃう、ね、これ代理っていうふうに構成すればね他方配偶者ねこの代理行為やってない他方配偶者にもねこれ法律効果ってことで権利義務が帰属しますから権利義務ね代理って風ふうに構成すれば本人に法律効果帰属するわけでしょね本人法律効果帰属する法律効果って何かというと権利義務じゃないですか権利義務 だから他方配偶者はね責任ね義務だけじゃなくて権利も取得できるよねそういうことです,ねですねこの辺もしっかりね理解して書けるようにしておいてくださいで次今度6ページですねこちらですねでこれ C の反論の2つ目ですね2つ目110条の表見代理が成立とする主張を書いてくださいね でやっぱり流行ですね110条表権代理制すれば相手方 C は権利取得できるからですよでその前提論点としてここねちょっと強調しておきますよ時々ねこの順先生ちょっと順番がよくわかんないんですけどって言いますけどねここねこの2番目の今ご覧いただいた761条が代理権あの認めた規定かっていうのはこれね前提論点です110条の表権代理これがメインなんですよ当然日曜歌人とかこれはメインなんだけどねこちらこの 110条何回も言いますけど基本代理権が要件だからねそれ果たして認められるの ?761 条これをね基本代理権として認められるのねだから前提論点そういうことですねもう一回この辺もねしっかりとね確認はしておいてくださいよしですねこんなとこですで最後3番目で基本代理権ねこれとしてじゃあねこれそもそも761条が日常家事に関して夫婦相互に代理権を認めてるっていうのは分かったと 直の代理権基本代理権として110条の表権代理認められますかね？これが最後3番目ってことでね。で、こちらについてもね。これ判例がありました。これでしたね。これできるだけね。これ正確に書いてください。ここです。これ有名な判例なんですよ。最高裁の判例でね。第三者が当該行為を当該夫婦の日超過時に関する法律行為の範囲に属すると信じかつ信じるにつけ。生徒の理由があればね。新人ってのは全員信じるにつけ。生徒の理由。これもう1回ですね。 全員無過失があれば110条の趣旨を類推適用して契約の効果が本人に帰属するってことでだからこれね一応これ学者の説明ではこの最高裁の判例なんだけどねこれ一応110条の類推適用説って言われてますあの直接適用っていう学説もあるんですよでも最高裁はね110条の類推適用説って言われてます直接適用はしませんねこれ直接適用しちゃうとねこれ広がっちゃうんですよこの 本人に、ね、効果帰属する。そのね、あの、あの、ケースっていうか余地が広がっちゃって、ね、これでは夫婦別産性。ね、これ762条1項ですね。上に上げています。ですね、こちら。ね、これ、これを害してしまうと。ね、夫婦別産性。ね、これを害してしまう。ね、そこで、ね、これ、類推適用って形で、ね、これちょっと絞りをかけるんですよ。最高裁は。絞りをかけて、ね、ほ、ほ、本人に効果帰属するね、その、 あの場面をちょっと絞りますね。絞って類推適用っていう風にしてね。調整を図ってんですね。何と取引の安全です。だから理由付けこれですね。簡単に言うと一言言うとこれです。夫婦別産姓と取引安全の合理的調和ね。これが一応理由なんですよ。最高裁のね。直接適用だとね。広がりすぎちゃうね。これ、表見代理があの成立する範囲が広がって、本人に効果規則するね。範囲が広がっちゃって、夫婦別産姓を害すると。 ね、だから累積適用ってことで絞りをかけて取引の安全との調和を図ったっていうことですねこれは。ねでね今言ったようにこれ一応学者がね説明,すあの説明するところで累積適用説って言われてるんですよ最高裁の判例ね。ただ判例はこれ趣旨っていうふうに言うんでねこれ基本的にはこの趣旨って言葉自体気にする必要はないんだけど答案ではこの趣旨は書いてほしいんですよ。やっぱりこれ最高裁がはっきりとこれ趣旨を累積適用って言ってるから。 だからここはねちょっともう無条件で無条件でね一応これね学,学者のねあの説明では類推適用ってことだけど答案書くときは趣旨の類推適用って書いた方がベターですねベターいいですねこんなところでねまたこれあの甲佳家にもね結構もっと詳しくねあ甲佳家のコメントのところに私ね解説とか載っけてますんでまたちょっといまいちちょっとなんか分かりにくいなーって方ねその効果家の方の,かあのコメントですね論称じゃなくてコメントの方もねちょっとご覧になってみてくださいね 一応、こちらにもね、載っけてありますんで、注意類推定きよ。あと、ちょっと右のページ行ってください。7ページね。こちら。で、あと、当てはめですけどね、ここにも書きました。書いてりもそうなんですけど、ね、これ、正当の理由があれば、という場合分けでいいです。場合分けっていうのは、この仮定の表現でしたね。やっぱり問題文からはっきりしないんですよ。相手方 C の主観面が全くはっきりしない。ね。だから、ここはあの強引に当てはめしたらダメです、逆に言うと。これもいつも申し上げてますけど、この主観面がはっきりしないところでね、 これ C はは意だだとととかかかあるい悪勝手な認定やったらこれものすごい印象悪いですからねだからこういう時はねこの過程の表現ですよいわゆる場合分けねこのこれであればってこれですよ何々であればってこの過程の表現ねこれ場合分けって言いますねこれを使ってくださいねこれも非常に大事なねまた本当に必要なテクニックですこれですね あとはいいです。あとね、あ、そうだ、あとこれもね、ちょっと触れておきます。えっ、ー、とね、これ一応問題文ね、これ見ていただくと、よいしょ。9条が上がってんですよ。あ、ごめんなさい、前のページだ。一番前でした。失礼しました。これ。これ。これも表券代理でしょ代理権自由表示による表券代理等ってことで、これも表券代理。109条。ね。これ代理権与えてないのに、与えたかのようなね、そういう外観を本人が作り出した。ね。例えば、例えばこれ、本人がね、 代理権与える気はないのにね A が B に代理権与える気ないのに間違ってねこれ代理権付与の委任状を A が B に渡しちゃった場合ですよ送っちゃったよ場合これが1九9条の典型例でしたね,ね A は B に代理権与える気ないんですよ代理,あの代理人として選任する気ないだけど間違ってなんか事務所のミスでね A から B にこの代理権付与するっていう委任状が渡っちゃったんですよ例えば郵送とかで渡っちゃったこんな場合でした だけど本文見る限り、とにかく本文ね、これ本当問題文ね、私冒頭から言い続けてますけど、本当に短いんですよ、これ。で、代理権授与表示。これ気をつけてくださいね。ここは授与表示ですからね。授与行為じゃないですからね。これ、これもね、結構間違える人い、いまだに結構いらっしゃるんですよ。これ、授与行為だったら、実際に代理権与えた行為ですからね。これが授与行為です。ね。代理権授与。だからね、A が B に代理権付与するつもりで、ね。 あの委任状も A から B に渡したった場合まさに授要行為です。授要行為。ね、これ授要行為じゃないですよ。授要表示です。与える気ないんですよ。ただ、与えたかのような外観を作っちゃった。だから表示なんですよ。表示ってことだから。ここも言葉正確に使ってくださいね。いいですね。授要行為って書いたらこれ完璧に間違えですよ。109条。授与はしてませんから。授与表示です。ですね。こちら。だけどこれ、もう一回戻りますけど、これ、授与表示すらも伺えないんですよ。 だから、回答例では触れませんでした。で、さっきのちょっとコメント戻ってください。結構今回ね、いろいろコメントにも書いてるんですけど、よいしょ、こちらね、7ページです。こちら。ね。だからこれ、無理に触れなくていいですよって、一応ね、こんな形で、ね。ですね。無理に触れなくてもいいですよ。また、仮にね、触れたとしてもね、もしスペースがあってね、A から B に対して、代理権自由表示がなされたという事情は認められないため、190による表現であれ認められないというふうに簡単に処理すればいいです。 これでいいですいいですね。ここくれぐれも深入りしないでください。ね、もう問題文を見てもね、需要標準を伺うような、ね、あの事例設定はしてませんから、ね、これは。一応、こんなとこ,です,、ね、これですね。いかがでしょう。これがまあ一応、説問1の、えー、とこの日曜家事の、ね、論点で。 でほぼほぼね今も解説中ちょっとごめんなさいちょっと行ったり来たりしてねちょっとね解説と書いてちょっと行ったり来たりしてちょっと申し訳なかったんですけどちょっと改めてねちょっと解答例もう一回見ておきましょうかね今回結構解説中でね結構大事なことを書いてたんでねちょっとあの触れたんですけどちょっと解答例もう一回ねでさっきここまで来ましたねこちら12ページです12ページのねこの日常化事当たらないよねこれだから C の反論を認められないよ1個目の反論ね で次次にシートしたは110条の表権であるにより所有権取得できるというやっぱりねこれ反論が考えられる。でかかる反論を認められるかってことでこれもねですね。だからこれもねさっき私ね前の方で申し上げましたけどこれも全部だからさっきのね761条に当たるか2条価値に当たるかもそうですけど全部高価圏に全部上がってる内容なんですよ。ただそれを 反論っていう形で再構成してねこうやって答案で書いてるだけなんですねそうでしょうねさっきの760兆の二章課長当たるかねこれは反論っていう形で書いたで次のこれからご覧いただく110条の表現代で成立するか、ね、これも効果角に載っててそれを反論っていう形でこれ書いてるだけなんで、ね、だから全然難しくないんですよただちょこっとねこの反論っていうねこの 最高性ですね。最高性がちゃんと答案中でできますかっていうのを荒井先生見てるわけですね。で、いかがすよ結論ね。あ、ごめんなさい。問題的ね。で、110条の表権代理性をするためには基本代理権が必要だと。ね、さっきも言いましたけど、要件3つね。もう一回ね、確認しといてくださいね。で、1つ目の基本代理権。そもそもあるのね。で、761条は、夫婦相互に代理権を認めた規定かと。ね。まず問題になるよ。で、結論。ね。これさっきやりました。ね。で、それではと。 ね、じゃあこの日照家事に関する代理権761条の代理権これを基本代理権と見て110条の表権である成立認められるのね直接適用できるのできないよね類推適用って流れでしたねで一応ここねさっきもご覧いただきました解説中でねご覧いただきましたけど理由付けこれですね夫婦別産性取引ののの安全の合理的調和の検知ところで書けばいいですですねあとこれもなんですけどねちょっと受講生の方からね聞かれたんですけど一応この夫婦別産性さっきの解説中では私ね こちら。えー、と、七百、失礼しました、こちらですね。六ページです。ね、こちら、に載っけてあるんですね。でも、これ夫婦別産制の規定、七百六十二条一項ね。これ。問題文には、載ってないんですよ。載ってない。でも、これはね、申し訳ないですけど、これは試験院のチョンボですね。これ、載っけるべきです。載っけるべき。ね、やっぱり、これ夫婦別産制というのは、これ大事なポイントなんですよ。 ね、これ直接適用110条の直接適用だとやっぱりあの本人のねあの責任を負う範囲が広がっちゃうんですねこれね広がっちゃうだから絞りをかける、ね、絞りをかけなきゃいけないっていうそういう流れになるんですけどやっぱその時に夫婦別産性を害するっていうことをやっぱり触れなきゃいけないんですよその意味からもやっぱりこれ条文を上げるべきですね上げるべきでだから一応ね回答例の方ではね一応これ参考条文に本試験のね参考条文には上がってないっていことで回答例中ではね こんな形で私ね、あえてこの条文番号ですね、ここ。本来だったらこの夫婦別産性の後ろに丸括弧でね、762条1項というふうに書くんですけど、一応ね、書いてませんけど、ただこれは、あの、もし問題文に上がったら当然書いてほしいし、また乗っけてないというのははっきり言って、これやっぱり、試験員のこれミスだと思います。ミス。私はね、はっきり申し上げて。一応、書いてほしい、乗っけてほしかったですね、これね。だから実際これ、本試験会場で悩んだって方受、受講生さんもいらしたんですよ。先生、これ乗っ,ってないよね、ってことで。 これははっきり言って試験員のミスですね。これは。乗っけるべきだと私は思います。ね、で、あと、ね、これは理由付けで。で、あと、ここね、この辺ですね。真珠かつ真珠にけ政党の理由があれば、ね、これ、趣旨を類推溶接。これ、趣旨は書いてほしいですね。最高裁がね、趣旨って言ってる。でも、この趣旨って言葉自体ね、あまり気にしなくて、とにかく110条の類推積溶説これが最高裁の判例だってのね、押さえておけばいいです。ね、で、あと、当てはめ、ね。これさっき言いましたように、倍分けていいですよ。 家庭の表現これ場合分けって言いますからねじゃあ次このは説問にですねでこれもちょっと解説ちょっとねもう一回戻りますよいしょで8ページです、ね、でこれ無権代理と相続これあの高鍵にねいっぱい載ってますね5つ五つ無権代理と相続の論点五つでその中の一つがこれですね本人が無権代理の単独で相続した場合 じゃあいきますよでこれもねちょっとね一応2つに分,分解してね問題の所在問題提起まず1個目ねこうやってのあの説明してますんでで B による無権代理行為は原則として本人 A に効果規則しない113条1項これもねいつものパターンですね,ねでこれ原則論だよってことで <laughs> もう本当ワンパターンなんですよ法律学って本当にワンパターンだからね原則ねでそれではと無権代理人 B が死亡し本人 A が単独で相続した場合 この無権代理行為の効力はどうなるのか当然に有効となるのかってことでねこれ効格圏このまま載ってますよねいいですねでもこれもね先ほどからずっと申し上げている通りこの通り一遍の論証ではあの本はダメなんですねこれを C の反論という形で構成しなきゃいけないでちょっともう一回回答例をご覧ください13ページですいいですね13ページでこちらでここねえっ、ー、とちょっと上からいきましょうかね A は C に対し、公土地の、えー、と所有権移転登記の抹消登記手続き請求をしたと、この請求が認められるかということで、これが例によって、あのオウム返しです、オおム返し。問題文のね、出題者が聞いているところ、そのまんま、これですね、あごめんなさい、こっちか、こっちですね、これですね、A は C に対し、公土地の所有権移転登記、えっ、ー、と、所有権移転登記の抹消登記手続きを請求した、この請求を認められるかということで。 これが出題者が聞いているところですね。で、この言いましょうそのまんま、<laughs> 戻りますよ。こっち、問題提起で使いました、ね。で、あと一応ね、この問題文の下に上がったこの注意文ですね。これも一応ね、これ、ちゃんとおさ、ちゃんと認識してますよ、ね。読み飛ばしてませんよ。ちゃんと分かった上で書いてますよってことをね、こちら受験生の側でね、ちゃんと試験員にアピールするために、これも次に書きました。これですね。この7行目。 これ大事なんですよ。これ一つのテクニックですね。ちゃんと分かってますよ。呼び飛ばしてませんよ。ね。こういうの大事なテクニックなんですよ。ね。で、ここからですね。こっからスタートね。8行目ね。で、まず A の請求に対して無権代理に B が死亡し、本人 A が無権代理に B を単独相続した場合、無権代理公は当然有効になるのか。これはさっきの、ね、解説中の表現で、あの、公格はね、こういう表現だったけど、本問ではこれですよ。C の反論っていう形で再構成しなくてはいけないってこと。ここ。 いいですね、はいでしょ。当然有効になれば C は所有権取得できる当然 C は反論としてこれはまず1個目あげますよ絶対に裁判になれば裁判になればねであとはもういつものお決まりの論証ですよここは <laughs> もう全然心配してませんここはもう皆さんね当連なんかで出してもねほとんどの方はねこの地位平存説バッチリお書きになるんでここは全然心配してませんねちょっと度見ておきますよまず結論として当然有効にならないよで本人に 本人の地位と無権代の地位が平存、でこれが通説の地位平存説でしたね。で、理由付け、ねもし相続によって当然有効になるってしてしまうと、相手方の取消し権や損害賠償請求権が一方的に奪われてしまって妥当でないからだということで、これを書きますよね。で、ここもね、そうなんですけど、こうなんですよ。取消し権、これもやっぱり条文が上がってないんですよ。115条、115条、これね、ちょっと見ていただきますと、おいしょ。 ここ113条の月がいきなの116です。ね。でもこれもやっぱ上げてほしいですね。これもやっぱ上げるべきですよ。試験はね。で戻りますよ。こちら。だから一応上がってない条はね、ここに書きませんでしたけど、だけどあ、皆さん頭の中にもうね、115条っていう条文番号が取り消し権の規定としてね、頭に入ってた方は書いていいと思う。書いていいと思う。いいですね。こちら。で、損害賠償請求権、これ上がってます。117条ね。奪われてしまって妥当でないからだと。 でそしてと無権代理人を単独相続した本人は被害者的立場これは間違いてくださいねこれねこの無権代理人を本人が単独相続した場合についてはここここは被害者的立場ですからねいいですね被害者なんですよこの人ね勝手にこんな無権代理されちゃったんだもんこここれ言いますねだから本人の立場で通に拒絶権行使しても何ら審議則に反しないと解するってことねで,ですね これは書いいてくださいねで当てはめしたがって当然有効にならないよだからまず C の、ね、1個目の反論は認められないよということでだからこれねやっぱりどこまでいっても C の反論っていう観点からの言及は避けられないですね忘れちゃダメってこといいですねこれがミスなんですよここ,ここだけで終わっちゃう人結構いると思うんですよしたがって無限大力は当然有効にならないねこれ,言れでもこれじゃただ効果的な論証を書いただけでしょ、ね、必ずしも本試験のね 出題者のね意図には応えてないそういう風になっちゃいますからねで次ので二つ目でしかしと A は無権代理の地位も並存しているのでこの責任無権代理の責任117条1項を免れずしたがってこのね責任これ二つありましたね利口責任と損害賠償責任でその二つのうちの一つこれ利口責任これ求めることができるとの C の反論やっぱりここも C の反論から再構成するんですよいいですね かかる反論認められますか？ですね。認められますか？で、あとはもう論証。ここはもうあの心配してません。もうほとんどの方がこれお書きになったと思うね。履行の内容が特定物の引き渡し。ねの場合には履行責任。これ否定されるよね。これもし認めちゃうと本人にせっかく追認に気を付けね。の行使認めて意味が失われちゃうからだよ。ってことでで、これもねね。講義なんかで喋ってますしね。もういろんなとこでね。 ご説明しててますけどとにかく特定物ってのは世界に1個です世界に1個ね当事者がものの個性に着目するってことで世界に1個ねだからね本件のこの高土地当然特定物ですよ特定物ですね個性に着目してますからねこの高土地土地特に不動産はもう基本的にほとんどがもうねこの特定物です個性に着目するんでこの土地とかあの建物とかねっ土地だったら何でもいい建物だったら何でもいいってわけにいかないんで。 特定物で、特定物は今言ったように世界で1個。そうするともしね、この117条のね、この規定によってね、この特定物、世界で1個しかないコート取り上げられちゃうと、あとで、ね、他から調達できないんですよ。本人は、本人は。これがもし逆にね、不特定物、不特定物。ね、よくこれ一番よく挙げられるのがあの日々大量に生産されるね、あの、新車ですね、車。あれ、動産でしょ 日々大量に生産されるねあの動産である新車新しい車ねあれなんかはねこれ不特定物です当事者が個性に着目しないからね絶対この目の前の車じゃなきゃいやとか言う人ほとんどいないでしょね同じ同じメーカーの同じ車種であればね別にどれでもいいわけだからねだからその点捉えて個性に着目するとは言えないってことで日々大量に生産される新車、ね、新しい車はねあの不特定物って言われてるんですね ね、でこれもし不特定物、ね、新車であれば、ね、仮にこれ相手方 C にこの117条の履行請求によって持ってかれても後から同じメーカーの同じ車種の車ってのは調達できるでしょ本人は本人はだから不特,あの不特定物の場合と特定物の場合とで違いが出てくるんですね確かに持ってかれちゃうっていう点はありますよ 確かに相手方にねこの117条1項を根拠にして履行請求によってね所有権持ってかれちゃう、ね、土地にしても新車にしても持ってかれちゃうという点は共通なんだけど後から調達して、ね、補填できるっていう点が明らかに利用者は大きく異なってくるんですよ。そののの点がが実はこの説明の意味なんですよ追認認拒絶権せっっかく認めた意味が失われちゃっ、ね、いやなんでこれ、ね、新車の場合も土地の場合も同じじゃん。 ね、持ってかれちゃうの同じじゃんじゃないんですよあとから調達して補填できるかどうかそこまでひっくるめた意味でこの表現がこれね使われてるんですよいいですねこんな感じであと最後、ね、これが当てはめ結論ですだから本問の場合ね口頭じ特定物だから履行請求できないねだから C の反論を認められないよよって A の請求は認められるよってことで、ね、これもちゃんとねこれ書いてくださいねここねここ最後アンダーライン引きました これさっき一番上の私冒頭でね、えっ、ー、と、ここだ。ね。これ、えっ、ー、と、6行目ね。これ、これ、オウム返しですよね。A は C に対し、ね、この所有権移転登記の抹消登記手続きを請求した。この請求を認められるかに対する、これ、答えですから。認められるって。ね、やっぱりこれ、C の反論を認められるんで終わっちゃう人結構多いと思うんですよ。それじゃ問いに答えてないから。ね。だから、どこまで行ってもやっぱり、 出題者の問いいいいに答答えるっていう姿勢ででで案書き,書き上げねばいけないんですよそれが試験でしょう問われてることに答えるということだから、ね、だから自分が覚えた論証を吐き出せばそれで終わりなんてとんでもないそんなの答案と言いませんからね試験ってのは出題者が聞いてることに対して真っ正面から受験生が答えて初めて回答したって言えるんですねだからこういうところもねなかなか本試験会場の緊張した場面でねこここまでこう 頭を働かせてね、冷静に対応するっていうのは難しいと思うけど、やっぱりここまでやって初めてね、問いに答えたっていうふうになるっていうのは覚えておいてください。ですね。こういうとこはやっぱ絶対試験を見るから、ちゃんと冷静に最後までここ答えかけてるから、絶対試験を見ますから。ですね。一応こんなところです。あとね、今の説問2の方ですけどね、またちょっとね、あの、解,あの解説の方ですね、解説の方、ね、こちらはぜひね、あの、 これまたねご覧になってておいてくださいでさっき私喋っとっうね例えばちょっと10ページ見てくださいねよいしょこちらねこれコメントえっ、ー、とこれこれがねちょっと前のページから見なきゃ分かんなかったこれ地平で説ね地平存説、ね、これ通説ですねでこれの続きが、えー、と10ページに載ってますんでこれさっきのね特定物ね大体性がないよ、ね、このさっきの説明これ載っけてありますんでで,ですねこのとこで他から補充ですこれですよ 他から調達して補充できないよねってことでねこういう意味合いなんですねちょっとねあの表現からはね表現からだけだとねなかなかここまでちょっとね読み取りにくいですけどねあの説明の本当のシーンシーンというかね本当の意味としてはここまであの指してるんですねねここもちょっとねお読みになっておいてくださいよろしいでしょうかね一応こんなとこですねこれがまあ 最新のほやほやのまだ湯気がねまた湯気が立ち上ってる、ね、あの本試験問題でした。ね、あの本当にねこれ令和6年もね同じようなね形でね基本論点だけどちょこっとちょこっとこうひねりを加えてね出してくる可能性、ね、新井先生がまたね試験に3年今度令和6年が試験に3年目になるんで、ね、出してくる可能性あるんでちょっとこういうのをぜひね頭に入れておいてください。で特に、ね、あのこういうい最新の過去問は、ね、ぜひ これ言い忘れないようちに私申し上げておきますけれども皆さんが令和6年ですね令和6年に受けるときに必ず前年のこのねデジメでこの問題ご覧になってください同じようなねもちろん論点が違,ね違う可能性の方が当然大きいけど同じようなねあのパターンで出してくる可能性十分ありますからね同じようなパターンというのは要するに基本論点だけどちょこっとひねりを加えたって形で,ですねそうするとご自分でもね ね、ある程度本番の時に冷静に対応できますからあんだこれ去年と同じじゃないかと論点は違うけど聞き方は同じじゃないかとねそれが気が付くだけで本試験会場で絶対冷静になれるからもう冷静になった人からやっぱり受かってきますよ大半の受験生の方はやっぱこう舞い上がっちゃってますからねだからそういう点で非常に大きなアドバンテージになりますんでねぜひねあの皆さんが令和6年に受ける時にはね直前に前年の前年の令和5年の,、ね、あの問題必ずもう一回ご覧になるようにしてみてください。 いいですね、じゃあちょうど時間ですので、ね、1問目はとりあえず終わりということにいたします。でこのあとねまた10分休憩挟んで2問目二問目ねぜひ頑張って、ね、あの答案書いてみてください。もう先に言っときますとあまり時間気にしなくていいですあまり時間気にしなくていいんでオーバーしてもいいから、ね、とにかく頑張って答案書いてみてください。じゃあ一旦休憩に入ります。